どうも、食材が一の前です。Nボックス、注目ここ。Nボックス系列特有の顔つきながら、なんかちょっと印象違いますよね。なぜならこの中央、標準モデルではブラックで上下を分割しているような構造になってますけれども、このジョイでは代わりにクロームのパーツを入れて、パッと見白目の部分が大きくなって、で近寄ってみるとですね、メカっぽい表情に変わっているんです。さらに注目はここ。実はこれ、ホンダ純正アクセサリーのですね、ものに変えられてまして、このようにホンダのバラ文字が入る仕様になってるんです。はい、そして注目はここ、ジョイ専用のフロントバンパーが造形されています。これこのように横三基調の大きなスリットが特徴です。しかしそのバンパー下部はボディ色とは全く関係ない樹脂のですね、素材色のブラックの縁取りが入る仕様になってるんです。で注目はここ、実はこれもですね、純正オプション品でカスタムされた状態です。というわけでこの車のフェイス、確かに Nボックス 兄弟の顔をしてるんですけれども、全体の雰囲気は非常にごつくなってですね、いい感じでございますよ。そしてサイド回ってきました。注目はここ、ブラックとシルバーの対比がおしゃれなんですけれども、実はですね、この黒い部分、これなんと今時珍しいんですが、オリジナルデザインでわざわざ起こしたスチール鉄ホイールなんです。この中央シルバーの部分はセンターキャップになっています。そしてこの脇のメッキのリング部分はですね、クロームパーツになってますけれども、このクロームパーツが装着されるのはターボ仕様のみとなっています。さらに注目は上、ジョイは全車このようにブラックのドアミラーカバーが採用されます。ブラックといえばこの前後のドアノブもこのように黒になります。でね、このドアノブを触ってちょっとね、ウィンドウの話、いや、秋が近いとはいえですね、今日もめちゃくちゃ暑いんですが、この Nボックス、実はですね、これ、すべてのウィンドウがですね、UV&IR カットガラスになっているので、中の温度上昇が抑えられているんです。で、ここから外に出るわけなんですが、注目はここ。最新モデルの Nボックス はですね、ドアノブの開閉機構が変更されてます。従来はですね、もしロックが下げていたらですね、ロックを解除して、その後ですね、ドアノブ開閉レバーを引くというアクションが必要でした。しかし今回のモデルはですね、このようにロックされていた状態であっても、これを解除せずともレバーを引けば、このように同軸上で簡単にドアが開くような仕組みに変更されてるんですっていうのはいいですよね。それよりもジョイのこと知りたいですよね。それはここ、ジョイ専用パーツとしてこのようにドアを覆うクラッディングモールが追加されています。さらに注目はボディカラー、実はですね、標準モデルでは設定のないツートーンが設定されてまして、またですね、カスタムとも違う色合いになっているんです。そして注目のリアはですね、ここフロント同様にですね、バンパーが専用造形のものになっています。またこうしたモデルではこのように樹脂色、黒一色でバンパーを成形しがちなところをですね、さすがホンダさんのデザイナーはですね、UD があります。ここあえてセンターにボディ同色パネルを持ってくることによって、タフなイメージはあるんだけれども、おしゃれさは忘れないフォルムにしているんです。で、さらに注目はここ。ドアパネル同様ですね、このようにハッチゲートパネルもブラックに変更されています。また注目はここ。反対側には Nボックス と書いてありまして、ここには、すいません、ちょっと私英検4級なんで、なんて書いてあるのか分かりませんが、なんか英語が書いてあります。そして注目はテールライト。意外なんですが、これは標準モデルの赤レンズではなくて、カスタムと同様の透明レンズバージョンを採用してきました。ちなみに標準のテールライトがこれ、ほらこのようにレッド一色になってるんです。テール光るとどうなんですかね、見てみましょうね。このように点灯すると存在感を増します。よかったですね。というわけで、じゃあ全体のテールライト見てみましょう。テールライトチェックします。テールオン、ブレーキ、ハザード、リバース。というわけでやってきました。こちらがですね、標準帯です。ここ注目。いや、用品車のそのままかっこよかったんですが、やはりですね、ジョイのこのベースとなる仕様の専用グリル、結構いい造形。割とクロスオーバー系でありがちなのはですね、シルバーにしたり、クローム使いにしたりとかですね、もっとラギットの形にしたりもしますが、そこはホンダデザインです。これ、デザイン自体はですね、繊細で、しかもブラックの光沢ある塗料を使っていながらもですね、この彫りの深さで差別化を表現しています。そしてノーマルでの注目は下、フォグライトがないバージョンのですね、この専用バンパーの造形、これじっくり見てください。フォグライトがあるとですね、よりギア感が増して、道具感が増して、ラギットな扱いになりますけれども、このように素の状態ではプレーンな味わいで、これもまた良きかなと。で、注目は下、バンパーの下部にはですね、このように4箇所の突起が設けられていて、オフロードテイストを出しています。さあ、じゃあ実際どんな風に光るんでしょう。見てみましょう。スモークシグネチャー、ヘッドライト、ハイビーム、はい、このように Nボックス 特有の光り方、象徴的な丸リングです。そしてここからが注目です。ウィンカー、
そうなんです。このようにですね、通常はシグネチャーとして機能するスモール部分がウインカーを入れるとこのように光るんです。縁起物なんでこっちも光らせましょう。ハザード。え、いや分かってますよ、分かってますって。フォグライトも見たいんですよね。見ましょう。フォグライト、はい、このようにですね、小さいんですけども割と光量ある感じですね。またポイントとしてはですね、ウインカー、これがですねジョイ専用のブラックのミラーボックスに入る形です。ちなみにこれ搭載のエンジンは、今回撮影する個体はですね S07B 型の3気筒 NA エンジンですが、他にですねターボエンジンも用意しています。つまり標準モデルでは NA しかありませんけれども、カスタム同様に NA とターボが選べるっちゅうわけです。 NBOX 上位で野山を駆け抜けて舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧の足のためのミラーとライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、だったらこれ心配ってね。あ、一瞬ライトかと思った。ミラーのみです。50点です。これライト入りそうですね。入れてください。ただ注目はバイザーだけじゃありません。このルーフ、カスタム同様のブラックルーフが採用されていて、これなかなかいいですね。そしてジョイの一番のポイントはね、実はね、外装じゃなくて内装かも。このシート、見てください。チェックをあしらった専用のシートが採用されています。しかもここですね、このチェックの部分はですね、撥水加工がされています。そしてこの黒い部分、実は今回のユージ、ジョイはですね、エンジンが NA とターボの2車種ありますけれども、これはターボ仕様で、ターボ仕様はこのようにチェックの周りをプライムスムースが覆ってる形状になってるんです。アームレストのサイドにもプライムスムース。乗り込みます。3代目 NBOX 共通で非常にですね腰があって座り心地のいいシートです。でこのようにシートリフターもしっかりついております。そしてここステアリングはブラック基調の日本スポークのもの。このようにですねターボモデルは本革仕様になってます。でインパネ見る前にドアパネルもですねこのように男のお医者さん専用、ジョイ専用のですねブラウンとブラックのパターンになっています。この黒い部分はやはりプライムスムースでソフトパッドになっていますよ。インパネです。水平基調なんですけれども、ジョイ専用のブラウンカラーのパネルが採用されています。で注目はメーター。3代目 NBOX はですね軽ガソリン車として初採用のフル液晶メーターになっています。トランスミッションは全車 CVT でストレートゲートタイプ。パーキングブレーキはこのように電子式になっています。 ADAS 系は充実していて、もちろん全車速対応の ACC もついています。また下小物入れはですね数よりも大きさを考えた非常に広い設計になっています。使いやすい位置に小物入れ、電源ネイビーブルービニーフック、あ、すいません、コンビニフック。またですねこのジョイでは注目点がありまして、それはここ助手席正面にトレイがあるんですけれども、これもですねジョイ専用のほらブラックを基調とした樹脂になっています。で注目はこのトレイ周りで、ここ普通エアコンの吹き出し口ってセンターにあるじゃないですか。それがですね実はですねこのように助手席正面にメインの吹き出し口が移動しています。このことによってこの部分にスペースが空きました。で空いたスペースに本来であればこの位置にセットされるモニターがですね低くセットできるようになったんです。またですねこれ先代モデルがですねセンターの高い位置にあったメーターをこのように低い位置に液晶で小型化してセットしたことによって視界がめちゃくちゃすっきりになってるんです。ダッシュの位置も下がってるんです。これ運転した時の広々感、感覚フィーリングの問題だけではなくて実際に効果があってですね、実は運転者から見て下を見下ろした時にダッシュ周りのスペースがクリアになっているので、この視点のラインですね、この点点点点点点といったこのライン、このポイント、つまりドライバーが乗って一番手前に見えるポイントが先代モデルよりも 1.5 メートルも手前になったんです。これは取り回しの時に便利。そして注目はここ、ターボモデルはこのように CVT を疑似変速するパドルがついています。そうそう、視界といえばここ、このように助手席側のミラーの下にですねサブミラーが備わっています。まあ、これはですね左斜め視界をですね確保するためのものなんですが、従来の先代モデルではですね実はとっても見たいですねこの左後輪のあたりが見えない設定だったんですけれども、位置と角度と大きさを工夫しまして、座った状態でこのように後輪周囲が見えるような設定になりました。実は小物入れはまだありまして、運転席のステアリングの下、ほらここにもですね小物入れがあるんです。細長いものを入れるのに適しています。さあそしてこの後ですね、通常であれば冷凍マグロチェックをするんですが、
先に開けておくのが惜しいのでこの状態からやります。このジョイはですね、なんとリアシートも専用の表皮が使われていて、でれー、ほらこんなにおしゃれな空間になっているんです。というわけで改めてシャキーン、リアシートの硬さを赤身とこ中とこ大とこで確認。冷凍マグロチェックアップ。あ、意外硬め、赤身でした。でシートを見るその前にこちらに注目。フロント同様ですね、リアのドアパネルも専用でブラウン系になってるんです。シェードもありますよ。テーブルも装備で、このシートなんですが、やはりですね、ここにはプライムスムースが使われています。 NA モデルはこの黒くなっている部分がですね、グレーのファブリックになります。なおもちろんですね、シートはこのようにがっつりスライドをしますし、肩口のレバーでリクライニングも OK です。ただしこれだけで終わりませんよ。まだだ、まだ終わらんよ。というわけでホンダといえばのセンタータンクレイアウト、センターというとちょっと語弊があるというか分かりにくいんですけれども、実はフロントにですね、ガソリンタンクを持っていったことによってこのリアのフロアが広くなってます。そこでなんとこの座面をですね、チップアップさせることができるんです。ほらね、こうすればここに例えば重いですね、灯油缶とか米袋なんかを置いたりすることもできますよね。さあここで NA モデルを見ていきましょう。 NA モデルとターボモデル何が違うんでしょうか。まずはここホイール、この奥のターボはですね、クロームのリングがついてますけれども、 NA はですね、このようにブラックのスチールホイールを生かした仕様になっています。はい、これがターボモデル。サイドやリアから見てもほら、こちらの NA と結構印象違いますよね。 NA の方がですね、より自然に近いっていうか、ミニマルっちゅうの、なんかそんな感じだと思います。でインテリアの違いあります。このように NA モデルはですね、チェックのパターンは共通なんですが、その周りをですね、グレーのファブリックが覆ったパターンになっています。それはこのリアシートも同様なんです。チェックの周りをグレーが覆っている形になっています。またステアリング、ターボはレザー仕様になっていますが、このように NA 仕様はですね、ウレタン仕様になっています。さあそんな鉱石なんですけども、これにはですね、とても大きな特徴があります。それを説明するためにまずはですね、フロントシートをチェックしますけれども、実はこの NBOX シリーズ、2代目まではですね、そしてこの3代目も含めてですけれども、シートベルトを装着していて衝撃に遭った際にですね、人間にある一定以上の力でダメージを加えないようにですね、実はこのシートベルトの基部のあたりでパーツが一部ねじれて圧を逃がすようなロードリミッターという装備が採用されていました。それはこの3代目モデルもですね、2代目から引き続いてフロントシートに採用してるんですが、今回のジョイを含む3代目モデルは新たにこの鉱石のシートベルトにもですね、その圧を逃がすロードリミッターが採用されてるんです。これで安心感がさらに増してるわけなんですけれども、そうそう、3代目共通の美点といえばですね、実はこの肩周りのスペース、これがですね、先代モデルよりもなんと55ミリも広がってたりするんですよ。えらいね。そしてラゲッジチェックしますが、その前にこのブラックの専用パーツのあたりに注目してください。実はですね、ここにこのようにハッチゲートのノブがあるんですけれども、このノブの位置がですね、従来モデルの970ミリから70ミリも下がった位置にセットされたんで、このように開閉が楽になってるんです。で注目は中、すごいです。ほらこのようにラゲッジルーム側もチェックの素材が使われているんです。で室内からですね、拡大するためにはこのようにノブを使って倒したりスライドさせることもできるんですが、これねちょっと変わってるんです。従来モデルと違って、この蓋を開けてからノブを引いてこのように前後させる形になってるんですが、なぜこんな変更があったかというと、実はここ3代目 NBOX はこの積み込み位置がですね、とても低いことが有名だったんですけれども、自転車が積みやすいですよね。そうすると、しかしこれ、このモデルはほらこのように出っ張りができていて高くなってるんです。実はこれ新設されたアンダーボックスでして、ほらこんなに深いエリアがあります。しかもこちらの開けたボード、これはですね、このようにシートを立てて、シートを後端まで下げ、このようにこれでこの溝に入れると固定できるというわけでした。さらにさらにこのボックス自体をですね、取り外して使うこともできるんです。これはもちろん防水ですから、ハリソンがですね、このようにブランデーを飲むのにも適していると思います。ちょっと時期が遅いか、ネタ的に。そしてハリソンはウイスキーだからな。さてこのボックスですが、でもわざわざボックス作る必要あったって感じもしますよね。これだけの荷物だったら普通に何か容器に入れて置いときゃいいじゃんとも思うかもしれません。違うんです。実はこれ、このようにシートを倒した時のことを考えて作られた専用装備なんです。
実はですね、このモデル NBOX よりもシートを倒した時のフラットさが増していますが、それにはいろんな工夫がありまして、まずはシート背面、この背面にもですねチェック柄を回してるんですけれども、実はこの部分の裏にですね専用設計としてこの板を入れています。これによって人がこのように乗った時に座りやすいですね座面を確保してます。またこのシート背面からの延長の部分、こちらをですね専用造形のものにしています。だからこのようにシートスライドの時に蓋を開ける専用装備になっているんですけれども、この専用造形のラゲッジボードと、それと後ろこの上げ底にもなっているラゲッジアンダーボックスのおかげで、従来モデルではフラットにしようと思っても後半が下がっていた荷室をこのようにフラット化できているんです。これによって最長で直線距離で161センチの空間が確保できていますが、私は身長173センチなので寝れませんと思いきや、実はこれですね対角線上であれば180センチ以上の空間が確保できているということでした。欲を言うとまっすぐの状態でもう少し長さがあると良かったですね。ちなみにですね、このセカンドシート NBOX シリーズではセンターにアームレストがあるモデルもありますけれども、これはですねあえてアームレストなしのものを採用しています。こうすることによってこのチェックの面積を大きく取ることができてですね、家に置いてあるソファーのような雰囲気を演出できるからなんです。なおこのフロントシートのベースはですねカスタムがベースになっています。そしてリアシートのベースは標準モデルのものがベースになっています。なおですね標準やカスタムにはないんだけど上位にはある装備としてこれです。でね、オンオフスイッチ、一回ね車中泊トライしたことあるんですが、これがあるとないとではねマジで大違いです。あのねこんなちっちゃなライトなんですけど、しっかりあって、しかもそれが車内側から操作できるのはとてもいいポイント。すいません、というですねスイッチの話とかは私が発見したわけじゃなくてですね、こちらの開発のですね渡辺さんに聞いてました。で、渡辺さんはね多分なんですけど、このリア周りの博士ですね、リア博士に今もう一個機能を教えてもらいます。何の機能でしょうか。ここがなんか使えるものがあるんですって。説明させていただきます。はい、あのちょうどこのフラットテラスで、ちょっとフラットテラス、はい、このようにリアを倒してチルしてくださいよというモードですね。はい、このモードの時に何か使える。はい、そうですね、ちょうどこのフラットテラスのこの位置を前方に位置させた時に、ちょうどこのボックスの蓋のところがテーブルとして使うことができます。よりあの楽しい時間が過ごせるんじゃないかなというふうに考えております。というわけで、まあ話を聞いてしまえば単純に思うかもしれません。しかし違うんですよ、こういうのちゃんと聞いてないと、ここをねテーブルに使えるっていうのがわからないわけなんです。というわけで博士ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにこの内装なんですけれども、このようにチェック柄で結構可愛いおしゃれ系なんですが、実はこのルーフはですねカスタムと同系列のブラックなんです。これ不思議でしょ。だってここ下の方はですねジョイ専用のブラウンの素材なのに、あえてこの上は黒くしてるんです。これなぜかというと、このシートを倒してここに座ってですねくつろいでこっちを見た時に景色が優先的にアピールされるように、ここをですね縁の部分を黒く落としたかったからという配慮からのあえての選択なんです。さてこのモデルはですねこのようにシートを倒してこの後ろの空間でチルしてほしい、チルしてほしい、すいませんちょっと若者ぶった言葉を使ってしまいました。チルっていうとですね、私はですねザブングルに出てきたチルしか思い浮かびませんけれども、タラコさんありがとうございました。要するに後ろの空間で休んでほしいってことなんですが、待てい、とチルとかは知らんけれども車中泊なんか知ってます。というわけでこうじゃなくてシートを使った仮車中泊、仮眠とかを取るための車中泊モードを試してみます。さあまずはシートを逆に起こします。シートスライドで一番後ろまで、あ、行ってるね。でフロントのヘッドレストを抜いた後ですね、フロントシートを倒す。すると、うわすごい、これいいじゃん、ほら大変好ましい空間ができました。さらにこれ後ろもリクライニングしましょう。すると一応ハッチ閉めますよ。なんてことでしょう、かなりいい空間じゃないですか。というわけで身長173センチの私が、あー、そしてこれフロントシートがさしっかり作ってあるからクッションが効いてて気持ちいい。身長173センチの私が入り込んで、うわめちゃくちゃリラックスできる、これがチルってやつなんじゃないですか。どうなんですか若者の皆さん、これがチルですか。
あ、やっぱり私にはタラコのチルしか見れません。いや、ほんと見てください。これ広いだけじゃなくて、チェックシートが採用されたことによっておしゃれな空間にもなってくじゃないですか。というわけでですね、 NBOX ベースのクロスカントリー系色の強いモデルはですね、ホンダらしいすごくスパイシーな仕上げじゃないんですけれども、随所に広範囲に手が入ったなかなか手の込んだモデルでした。大変ビューでした。ごちそうさまでした。